トーマス・シュトルンツはドイツ・デュースブルク出身の元ドイツ代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。地元クラブである MSV ・デュースブルクのユースを経てバイエル・ミュンヘンのジュニアチームに入団。1989年8月31日のハンブルガー SV 戦でデビュー。そのシーズンは20試合に出場しご得点を挙げ、クラブのリーグ優勝に貢献した。また、 1990年10月10日のスウェーデン代表戦で代表デビューも果たした。1992年に VFB シュトットガルトへと移籍し、3年間プレー。その後、再びバイエルンミュヘンへと戻った。バイエルンミュヘンでは5年間の間にリーグ、DFB ポカール、DFL リーガポカール、UEFA カップなど多くのタイトルを獲得したほか、 1998から99年は UEFA チャンピオンズリーグ準優勝となった。しかし、最後の2シーズンは怪我によってあまり出場することができず、2000から01シーズン途中で引退。2005年12月19日までのおよそ1年の間、VFL ボルフスブルクのゼネラルマネージャーを知っていた。また、2008年4月から翌年9月12日まで、 ロートバイスエッセンのゼネラルマネージャーも務めた。ありがとうございます。